けさは強い寒気の影響で北海道陸別でマイナス17.6度まで下がり日本海側を中心に今シーズン一番の冷え込みになりました東京都心も4.6度まで下がりました関東は南部を中心に朝から冷たい雨が降っています 都心では初雪の発表はありませんが東京スカイツリーのカメラで見ると上空375メートル付近では雪が舞っていました横浜では未明に初雪が観測されています日中の予想最高気温は東京で今シーズン最も低い7度鹿児島は12度など各地今日も厳しい寒さです